はい、猫ビジョンの北谷です。今回またキープキャストで、ネイチャー斉藤さんにですね、エギザルの、ネイチャー斉藤スペシャル、ね、についてちょっと教えていただきました。で、エギザルといえば、そうですね、林調理具製作所さん。その昔、エギといえばもう林のエギしか売ってなかった。そういう、林といえばもう、エギの老舗なんで、信頼のブランドということになります。ということで、こちらご覧ください。よろしくお願いします。今回、僕が、担当したエギザル、ネイチャー斉藤スペシャルなんですけど、昨年3号が出ました。で、今年、西日本の方で3.5号はぜひ欲しいよということで3.5号を出させていただきました。で、おすすめのカラーなんですが、西日本の方で聞いてる限り、ネイチャーナイトローズ2、主に夜釣りで釣るときに、効くようなそういうカラーになりました。あとセグロ味も結構人気あって、ちょっと変わった、プリズムテープとかこういうのもありますんで、ぜひ使ってみてください。よろしくお願いします。斉藤さん、どうもありがとうございます。ということでした。で、あと、ネイチャーさん曰くですね、この唐草模様とピンク唐草、この2色は北陸の方ではとっても人気があるらしくて、で、西の方に行くと先ほどのナイトローズ2、あとセグラージの方が人気が高くなると。どうやら人気がね、やっぱ地域によってすごい差があるみたいですね。で、あと、このピンクの唐草なんかは女の子にとっても人気があるらしいです。はい、ということでした。はい、ネイチャー斉藤さん、どうもありがとうございました。